皆さんこんにちは、神谷絵里でございます。今日は5月の6日ですね、とってもいい天気でございますね、外は。はい、ゴールデンウィークももうあと残りわずかとなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ですね、昨日私、お友達の河合我門くんが出ている、舞台を、銀座の三越劇場に見に行きました。我門くんの舞台、私がお芝居を見るって言ったらもうキネさんの舞台か我門くんの舞台かみたいな、ちょっとお友達とか知り合いが出演している舞台を見に行くぐらいしか、そんなにこう私の生活の中に舞台を見るっていうのがなくて、行く機会がないんですけれども、やっぱこうやってね、我門くんとか仲のいいお友達がなんかこう仕事をしているところを見せてもらうのっていうのは本当になんかこう格別ですよね。昨日もすごくチケットが入手困難な舞台だったんですけれども、取っていただいて、読んでいただいて行ってまいりました。で、これね5月の3日から5月の8日まででもうチケットがねほぼソールドアウトらしいんですよね。昨日ちょこっとだけ当日券みたいなのが出てたっぽくて、なんか16時にその当日券のなんか販売がスタートするみたいなことをなんか聞いたんですけれども、もうないのかな、なんかもしかしたらギリギリ当日券出るのかしら、そんな感じの、舞台でございます。原作がねアガサ・クリスティで、演出と構成が、野坂実さんという方の作品で、タイトルは「ホローソーの殺人」というね、そんななんかイギリスを舞台にしたそんな舞台でございましただからね、出演者がさみんなさこうあれなんですよ、こうヘンリエッタとかさエドワードとかさ、そういうなんか外国人設定なんですよね。だからなんかこう若干こう絵の感じとこうなんか主人公のこの人はそういうイギリスの人なんだっていう風にこうちょっと思って見るみたいな、なんかそんな感じの、作品でございましたけども、なんかすごいこう豪華な出演陣だったらしくって、というのは私がね知らなさすぎるんですね。本当に申し訳ないんですけど全く知らないので、で最後まで見てすごく面白いストーリーで、役者さんのもう演技とかも本当に素晴らしくて、作品としてとても楽しんだんですが、最後にこう皆さん出演者がバーッとこう並んでラインナップされて最後お辞儀して終わるみたいな感じじゃないですか。の時になんか初めてこの人が主役だったんだっていう風にこう分かった感じの、私全くその女優さんがどの方が有名でとかっていうのも全然わからないので、普通にこうなんかすごいフラットに見てるとどの方もすごく個性的でこうどの方もこう主役に見えるような、これでもすごいことですよね。役者さんのなんか力かなと思うんですけれども、そんな感じだったので、なんかその主役ですって言ってこうなんかこうダーンひきらかしみたいな、なんかそういう感じもなかったので、この方が主演の方だったんだなっていうふうにそのラインナップを見て初めて気がついたんですけども、主役はねヘンリエッタっていう人っぽいです。でこれなんて読むのかな、宝塚の人らしいんですよね。さっき調べたんだけど忘れちゃったな。風紀じゃなくてね大木かなめっていう女優さんですね。さっき調べたんですよ。なんかもう宝塚の人って漢字難しくてなんか読めなくて、でねこの人はねこの中組って空組っていうもの、宝塚のなんか空組でいいのかな、中組宇宙のさ、そのなんかトップスターだった方みたいで、この人の人気がなんかやっぱりすごいみたいですね。元宝塚の方が他にも出ていらして、その方々がもう今でももう大スターで、これ我門くんから聞いたんですけど、もう今でも大スターでもうすごい人気なので、チケットがソールドアウトになってしまうっていうふうに聞きました。でこのガーダ役の方、このガーダっていう人がガモン君の奥さんの役だったんですけれども、この方のね、紅って読むのかな、紅って書いて紅ゆずるさんっていう人、この人もなんか宝塚の方だったみたいですね。それからエドワード役の人が林翔太さんって言って、この人ジャニーズの方だって言ってました。はい。あとね、ルーシーっていう夫人の役が大木夏樹さんっていう、もうこの人確実にスターだなっていう、もうなんかオーラをまとった感じの、すごいねコミカルな、なんかコミカルなつもりじゃなかったっぽいんですけど、結果すごくお上手に演じてらしたので、緊張するこうシーンとかですね、なんかあんまりこう笑いの要素はないだろうって思われるような舞台だったらしいんですけど、なかなか笑いを取っていらっしゃいましたね。あとこの人もなんて読むんだろうな、綾桜花さん、この人もね宝塚って言ってましたね。星組の男役のスターの方が、出てらっしゃいましたね。すごくないですか。なんかあとなんかね、ガモン君はね殺されちゃう役だったんですけど、あ、ごめんなさい、これネタバレになっちゃうのかなね。まあでもガモン君前回見に行った新選組でも殺されていて、今回も殺されていて、でなんかなんでしょうね、こうちょっとやっぱり、ね、一癖ある役なんですよね、彼が演じるので。私ねそれがすごい好きなんですよ。ガモン君ってドラマでもなんかちょっとこう裏に何かあるような役っていうのが多いんですよね。例えばなんか、犯人の役だったりとか、なんかこう正面切ってこうなんか正義の味方ですみたいなものをあんまり見たことがなくて、でなんかこうちょっと一癖ありますみたいな、裏に何かありますみたいな役のを演じるのが本当に上手で、今回も、ちょっと女性から見るとなんだこの男みたいな感じの役なんですけれども、すごいかっこよくてですね、でもうまずね舞台に出てきた瞬間にもうすごい目を見張るほどなんか痩せたんですよね。なんか絞ったって言ってましたけど、なんかね日々のこの舞台の昼も夜もずっと何公演もこうするので、だいぶ体重も落ちてきたのかなと思うんですけど、すごいかっこいいスーツで入ってくるんですが、もうシュッてしてて、でもガモン君ってそんなに背が低いわけではないのに、周りのその男役の方々がヒールを履いて登場される、もともとが170何センチみたいな人がヒールを履いて登場されるので、ほぼなんかこうガモン君と目線が同じぐらいの感じで、これはなかなかすごいなんかなんでしょうね、こう普通のこうサイズの人間の人があんまりいないみたいな感じのね、こうモデル体型のもう本当に皆さん美しい感じだったんですけど、すごいね登場した瞬間にすごくかっこいいオーラをまとって、でモテる役なんですよね。で私もねこう長年ガモン君のいろんな舞台見させていただきましたけど、一番モテてたんじゃないですかね。なんかラブシーンみたいなのもあったし、なかなかこういう役もあるんだなって思って、すごいねなんか興味深かったですけど、本当にこうわざとらしくなくこう美しい声がこう響く、それは本当に皆さんそうだったんですけど、あとフリーザっていう役の声をやった人、あとなんていうんだっけ、バイキンマンの声の人がベテランのおじさまなんですけれども、その方も出てらしたんですが、その方の声が本当によくて、私全然知らなかったんですよ、その人が声優さんだってことも。けどね、もう何の情報がなくても、うわーいい声だなこの人っていう風にね思えるようなね声で、やっぱでもさすが宝塚の、ね、方が多かっただけあって、やっぱ皆さんね声が良かったです。なんかこう鍛錬されたねものもそうなんでしょうけど、持ち前のお声もやっぱりよくて、まあ、で全くミュージカルじゃなかったんでお歌をこう一節も聴けなかったのが残念ではありましたけれどもね、おそらく歌ったらいい感じなんだろうなと思って、これ全員これミュージカルでもいけるんじゃないかってね、なんかガモン君もすごい歌上手ですし、で帰りにねガモン君とご飯食べて、それで2人で帰ってきたんですけど、その時にガモンってさミュージカルってやんないのって聞いたら、もうミュージカルは全部断ってるって言ってましたね。えなんで断るんでしょうかね、あんだけ歌う前のにね、なんならドラムも叩けてギターも弾けてピアノも弾けるからね、いろんな役の広がりを感じるんですけれども、本人はすごい嫌だって、ね、言っていたので、ガモン君をミュージカルで見ることは、まあ、ないんでしょうねきっとね。はい、まあ、残念だなと思いますけれども、でもすごくやっぱ本当面白いですね。なんか役者さんって本当いろんなこう可能性というか、もう本当に舞台によってその人のイメージっていうのがすごくやっぱり変わるので、だからなんか今回いい舞台でご一緒した女優さんたちにはもっと怖い人だと思ってましたっていうふうに言われたらしいです。ガモン君は普段が多分そういう一癖あったりとか、ちょっとなんか難しい人なのかなっていうふうにね、そんなイメージがついちゃったんだよねなんて言っていて、でも本当に多分本人って本当にいい人なんですよ。こうなんでしょう、気さくだし全然怖いところが全くない、こう本当にいい人なので、多分そのギャップをすごい感じられるんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、とにかくすごくいろんな一面を舞台でね見せていただけて、そしてもうその後にまあ私の、まあね、こうプライベート、まあ、ちょっと息子の話とか、ね、彼も息子を育てておりますし先輩ですしね、いろんなお話を聞いていただいても最高の、ゴールデンウィークの娯楽となりました。そんなわけで、昨日のご報告でした。ありがとうございます。